先生、我々もそろそろ帰りましょう。何言ってるの、松谷君。夜はこれからだよ。いい場があるんだよ。お体に触りますよ。早く帰りて。来年、学年主任の話、僕も校長に君を強く押そうと。ぜひお供させてください。あ、いらっしゃいませ。あいた。どうした、ひとみちゃん。実は担任の先生が来ちゃって。はあ、なんとかなんじゃね。そんなことよりマティにね。なんか面白そう。こいつら。すみません。はい、お待たせしました。若すぎるっていうか、めちゃめちゃ見たことあるんですけど。三島ミリオンダラーください。いやいや、落ち着け。危ねえ。まさかいるわけないって。酔ってんのか。真面目な教え子の中学生がバーテンやってました。何それ。怖すぎる。松谷先生、めっちゃ怪しんでるよ。どうした、松谷君。いえ、なんだろうな。ちょっと、いや、かなり教え子に似てるように見えまして。そりゃまずいよ、チミ。もしそうだったら学年主任の話なくなっちゃう。いや、私の勘違いでした。似てる人っているんですね。でもな、君、どう見ても中学生くらいにしか見えないんだな。兄ちゃん、飲んでみりゃわかる。厨房なんかに作れるかとな。ひとみちゃんはすげえんだぞ。三島って下の名前はひとみだったよ。まだサム、このクソボケカス。まあいいでしょう。ですが、私は学生時代からいろいろなバーに通ってました。味にはうるさいですよ。見せてあげなさい、ひとみ。では